はい、どうもこんにちは。ホッセルと申します。プレイステーション4で Days Gone。本編完全初見で難易度は最高難易度のサバイバルでプレイしております。では、今回もよろしくお願いしますね。どこからやっていくかっていうと、目的地141メートル先。こちらね、ネロのオブライアン君に、隠蔽のキャンプにね、軟禁状態になっているサラと一緒に脱出したいので、協力を仰いだところから、のスタートだね。交換条件に、また何か頼み事をしようとしているこちらの彼ね、オブライエン君。会っていきましょう。んで、俺に何の用だ、オブライエン。奥さんが生きててよかった。ああ、それで、なんだ。前にフリーカーは進化してるって言ったけど、中には異常な変異体がいるんだ。そんな個体に追跡装置をつけて定期的に捕まえて血液を採取しウイルスの進行をチェックしてる。で、なんで俺が必要なんだ。そいつが民兵の領土に入って。なるほど。近づけないんだ。飛行禁止でロケットランチャーだってあるもんな。そういうこと。これは個体を見つけたらやってもらいたいことがある。この中には血液サンプルを採取するためのキットが入ってる。できそうか。なんとかなる。ところで制服が似合ってるじゃないか、校長。うるせえよ。なるほどだ。追跡信号はスコットさん付近から出てる。どこだそれ。例の実験体は涼しい場所を求めてあそこにある洞窟に向かったんだと思う。洞窟？アイスウィンド溶岩洞か。フリーカーを回収するため前に部隊を派遣したが。どこだ。あ、意外と近いな。溶岩洞。じゃあ向かおうか。もし見つけたら教えてくれ。帰りを待ってる人たちがいる。人探しもやれって言ってた今。フリーカーについて他に情報は。今分かっているのはフリーカーがさらに変異していることくらいだ。あいつの情報しかないんだけど。の進化を一瞬で解けた。おそらくフェロモンで個体同士が意思疎通を行うんだ。アリア8のように。なんだそりゃ。全く意味がわかんねえぞ。はい先生、同じく私も意味がわかりません。実験体を見れば信じるほかない。じゃあまた。わかりました。それにしようオブライエンとめっちゃイケボじゃね。これ誰だろうね、声優さん。近づいてんな。そろそろバイク降りて近づくか。前回から今回にかけて、ちょっと微妙に下り坂になってると降りられないんだけど。あ、降りることできないのか、そもそも。バイクで行かないといけないってことか。微妙に下り坂になってるのから降りられないのかと思ったわ。バイクでそのまま来ちゃったけど、入っていいのかな。降りられないしね。行くしかないね。オブライアン、洞窟に着いた。中に入るぞ。準備はいいか。ああ。おい、マジかよ。どうした？フリーカーのクソだ。てか、クソだらけだ。オブライアン、お前の部下を襲ったのは何だ？大軍とかいないだろうな。わからない。連絡が途切れたんだ。見つけてくれたら、すごく助かるよ。たく、のんきに言いやがって。わかった。よし、任せとけ。じゃあな。じゃあクソまみれのスカドロ洞窟に入りましょうか。ここには何人いる。あ、バイクに乗れなくなってる。部下の数だ。4人。4人か。エース3人と調査員だ。俺にどうしろって言うんだ。調査員は助ければいいんでしょ。僕の友人なんだ。奥さんの救出に手を貸す代わりに頼むよ。わかった。例のフリーカーを探す間、もっと情報をよこせ。霧が。ああ、ウイルスについて俺の知らないこととか。ウイルスに一度さらされると感染率はほぼ 100% なんだ。え、そうなの。12歳未満は数週間以内にほとんどが死亡した。それがニューとか。第二次成長の有無が免疫反応に影響しているからだと思う。なんでこの発煙筒あるんだろう。60歳以上の人も大半が死亡したよ。細胞レベルでの急速な遺伝子変異に体が持たなかったんだ。それ以外の年齢では遺伝子変異で体が変形する。しかもウイルス自体も異常な変異を遂げているんだ。
それ何度も言ってたが、どういう意味だ。つまり今君が追っている感染者フリーカーは全くの別種ってことだ。すでに12種類の異常変異体を発見した。 12？ ああ、他にももっと信じられないようなことが起きてる。はあ、そりゃ顔すぎんな。あ、なんか落ちるわ。上にも何かあるね。で、さっき言おうとしてたことなんだけども、武器ね、このロックチャックっていうのを持ってきました。デフォルトでサイレンサーがついてる武器ね。なんだっけ、ミッションのね、襲撃キャンプかフリーカーゾーンかどっちかだったかなの 100% のコンプリート報酬みたいなものでもらえたんだけど、まだ使ってみてないんだよね。どれだっけ、まあちょっとわかんないけどこれ使ってやっていくわ。敵に見つかってない限りは相当強いと思う、このロックジャックね。黄色い宇宙服の奴ら、ここに物陰からぶっ放していけば敵に見つからずに殲滅することも可能だよね。まあ今みたいなシチュエーションには向いてないと思うけど、シカゴチョッパー持ってくればよかったわ。足跡続いてんだけど、それで見たいのが勝負なんだよね。 Do not enter って書いてあるからね。そう言われてみると行きたくなる。ちょっと待って、大群のような気がするな、こっち。やばいかもな。言われた通りに進んだ方がいいのかもしれない。だがしかし、動画的にはこっちに進んでみる。絶対大群だから。俺知ってる。大群以外にないでしょ、そんなん。洞窟意外と広いね、このゲーム。ただ、大群スレイヤーは、今なるべくやらずに行きたいところなんで。あれ？あ、繋がってた？もしかして。繋がってたっぽいな。さらに発煙筒がある。下の方か。下？マジかよ。ここまで奥に来ると敵に見つかった時逃げ切れなくなるんじゃね？隙間だよね。スウォーマーたちこの隙間に入ってこられるのかな？どうなんだろう。あ、いるいる。あ、死んでるか。もはや物言わぬ屍。残念ながら。オブライアン君、君の仲間は生きて戻らなかったようだ。すまない。俺のせいじゃなからな。俺のせいじゃねえから。もう手遅れだったっていうことだよね。あ、殺されたようだな。え、声聞こえる。オブライアン、もう一人見つけたぞ。ID はロビンソンだとよ。弾丸か。そうか。彼の家族に連絡するよ。家族がいるのか。そうか。自分たちの家族は避難したんだな。申し訳ないとは思わない。ただ運が良かっただけだ。家族と逃げられた人もいる。多くはないけどね。ああ、そうか。それは良かったな、オブライアン。僕たちに責任はない。それ死んだ奴らに言え。帰るときこっちから行けんのかな。皮肉すぎのディーコン君、どう思う？俺もう帰りたいわ。もうすでにおしっこちびりそうなんだけど、勘弁していただきたい。あれ？どこに行きゃいいんだあれ？降りればいいのかなこれ。降りるって言ってるような気がする。それともこっち側からが迎えるか。フリーカーの一体も嫌しないね。不気味な雰囲気が漂ってる。統合系兵器の準備はいいか。ナパーム火炎瓶作っとこう。普通の火炎瓶は持てないね。目的地はこっちじゃないけど、また繋がってんのかな。あれ？行き止まり？あ、じゃないね。行ける行ける。結構広いな、この洞窟。ここ目的地かな。入り組みすぎて全然わかんないぞ。ああ、おっと。まずい状況だな。なんて、どうして？ここで何が起きたってんだ。油が落ちてる。アイテムでしょ。え、イベントになっちゃった。最後のやつを見つけたぞ。クーパーって名前だ。了解。そう。おい、まだ生きてるぞ。待ってろ。
おい、クーパー、クーパーなあ、おい、落ち着け、こっちを見ろ。助けてやるからな、いいか。クーパー、クーパー、聞こえるか。それ、チームは全滅だ。しくじった。ほら、ダメだ。どうした旦那、クーパー。足が折れてる。そこで待っててくれ、救助隊を送る。ダメだ、やめろ。スーツがやられた。もう持たない。おい、ちゃんと話したい。チェンを連れてこい、早く。クーパー、何にやられたんだ、何があった。早すぎた、全く気づかなかったんだ。全部フリーカーがやったっていうのか。リーチャー、リーチャーだ。クーパー、ねえ、クーパーなの。チェン、信じられない、もう声を聞けないかと思った。絶対に助けるから。じゃあ君の声が聞けてよかった。リーチャーってなんだ、フリーチャーじゃないの。研究室ではリーチャーと呼んでた。どこ行った、バカ者。なんだ、腕が長いとか。違う、エアリーが速いんだ。時速65キロも出せる。どういうこと。65キロだと。アトラクター使うか。力も強い、やっぱり逃げた方が。ふざけんな、今更逃げられるか。戦う必要はない。どこ行った。いや、あるぜ。じゃあな。姿がいた。あー、やっぱりシカゴチョッパーで来ればよかったな。なるべく目を離さないように行こう。どこ行った。そ、また姿が。どこから来る。霧が濃くて転がりながら行こう。トレビーチャーが。ひるんでろ。よし、行くぞ。くっそ、やっぱりここはシカゴチョッパーだった。弾あるかな。ガソリンタンク使うか。来た。あん、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 死ね、おら。あー、ミス。ミスミスミス。一応即死攻撃できるみたいだね、タイミングさえ合えば。落とさないと。動きを止めないと。足壊せばいいのかな。爆薬やってみるか。わかった。金属反動爆弾。完璧だ。来るか。俺が引っかからないように注意しないと。どこにいる。来た。死ね。痛い、苦しいか。
し。リーチャーの追跡装置を奪え。それがあれば外に出られる。え？どうやって？どれ？赤外線で大群の動きを把握できるんだ。えぐいこと頼みやがるな。オブライアン、サンプルを手に入れたぞ。生徒長、早く逃げろ。あ？すぐにそこから出ろ。大軍が向かってる。冗談きついぜ。大軍！出口が分かんない。ああ、近づいてくる。え、戦えと。どこだ。うわ、マジかよ。まずいな。まずい。やっぱりチョッパーで来ればよかった。あ、何体ぐらいいるんだろう、大群。まだいるかな。うわ、めっちゃ来るな。ここはナパームで。燃えてる。ああ、こんなところからも。くそが。やばい、アビ教官、地獄絵図。なんだこれ。どうすればいいんだ。逃げればいいのか。逃げれんのか。危ない。リロードしなかったわ。まだいるか。あ、倒した。大軍といってもそんな数多くなかったな。大したことなかったわ。大軍を仕留めた気分はいいね。これ大軍スレイヤー扱いになるのかな。なるべく達成せずにクリアした後にね、じっくり やりたいんだけど。大軍スレイヤー、お前は何やってんだ。座標を送る。確認してくれ。また座標か。いつも座標言ってんな、こいつ。そんなにチリが好きなの。オブライアン君、弾なくなっちゃったんだけど、弾代ぐらい払ってくんねえかな。クーパー君の死体を連れてくることもできなかったな。すまない。いやー、けど面倒なこと頼めねえ。命かけなんだけど。オライアン、これのために4人死んだんだ。役に立てろよ。何言ってるんだ。僕の部下だったんだぞ。君に言われなくても。お前はヘリで安全な空を飛び回ってるだけで、それが終わったら安全な基地の中に隠れてんだろ。外で生き延びるのがどれだけ大変か分かっちゃいない。クーパーたちはあの中がどれだけ危険か知らなかったろ。だがお前は知ってたなあ。そうだろ。奥さんと脱出する準備ができたら連絡してくれ。今度は一緒に乗ってあげるんだぞ。悪態を付き合う男たち。まあともあれ、なんとか大軍を御することができたな。よかったよかった。束どっかで拾いたいよね。で、次は？あ、サラをウィザード島から逃がす。いよいよこれは、佳境では？物語も。民兵の奴らがいい奴らか悪い奴らかわかんねえけど、何か連絡あるかもしれないから、とりあえず向かいながら、べちゃべちゃ喋るかな。あんまりよくは思ってないよね、民兵のこと。サラもディーコンも脱出して結局どうするんだろう。ブーザーと一緒に北に行くのかな。当初の目的通り
それともロストレイクあたりで悠々自適に暮らすのかな。来ないで、追いかけてくるかな。野党フードファイトこっちになってるけど、こっちでいいのかな。あまずいね。どっちに向かってる。今のランナーだったよね。うわ、これバイクに良くないよ、こういうのは。水の中ね。このルートからあんまりクレーターレイクに行ったことないんだよね。あ、なんかいるわ。これからさっきのさ、リーチャーっていうやつ普通に出てくるようになるのかな。全然しとめてないけどね。物語はこれで一旦終わりを迎えるのか、それとも新たな展開があるのか、どうなんだろう。個人的にこの物語の結末はロストレイクでみんなで暮らすっていうような展開になりそうな気がする。個人的に好感度高い人たちがいたのがロストレイクのキャンプだったね。リッキーとか、あとアーディーとかね。スキッツォ誰だっけ。それ喋ってるうちにもうそろそろ着きそうだな。おーっとびっくりした。ごめんなさい、聞いちゃった。リベンジされたわ。やろう。オールドバイク倒しやがって。いや、サイレンサー付き便利だね。周りから誰も寄ってこない。ええやん、ええやん。ダメージ受けたけど。そしたら次のイベントやる前に一回切ろっかな。ウィザード島に着いたところで動画終了にしますわ。もうちょっとだけどね。オブライアンと協力してまた山越えをするっていう展開になるのかな。ただストーリーまだ 100% にならないよね。ということを考えるとまだまだ続く可能性もあるけど、まあストーリーも何分これで終盤に突入してるよね。サラと再会できた時点で。なのでもういつエンディングを迎えてもおかしくないよね、このゲーム。はい、というわけで今回はこの辺で終了にしますね。ご視聴いただきましてありがとうございました。